辞書でこの単語です。今月は前置詞や副詞を紹介しているけど、使いこなしのコツは身についてきたかにゃ。ポイントは覚えようとしないで理解することなんだな。それじゃあ今回は With、 まずはスタジオの2人に With のイメージ聞いてみよっか。 Hey everybody、 こんにちは、荒城紅です。藤岡正樹です。今回も日常でよく使う基本単語を僕たちと一緒にマスターしていきましょう。 OK、 それじゃあ今回は With、 うん、 With って言えばさ、やっぱり一緒にっていう感じがするんだけど、まあ間違ってはないんだけど、うん、訳語に頼ってたらやっぱ With はダメなんだよね。まずはこちらをご覧ください。 See, see, Jupiter is a gas giant, the biggest planet in the galaxy. Is he in... You know, the closest star to Earth, you know, if you wanted to go there, it's the speed of light for 300 years, so no person would ever live that long. And then if you... Hey, are you with me? Yeah. Okay, こんなフレーズでした。Are you with me? Are you with me? どの内容か分かった？With me だから、一緒にいますかってことだよね。あ、でも待てよ、電話のシーンだったんだし一緒にいるわけないか。ほら、だから日本語に頼っちゃダメだって。そんなこと言われたって。あ、でもさ待って、さっきの感じだと聞いてるのみたいな感じだったよね。あー、でもいい感じ。本当に？あと一歩かな。あと一歩、やっぱとりあえず怖い目で確認しようよ。それじゃあ先生、単語よろしく。こんにちは、田中重則です。今回は With です。よく一緒にと訳されますが、それでは様々な使い方を理解することはできませんよ。うん、ポイントはイメージで捉えること。早速 With の怖いイメージを見てみよう。With、 With のコアは何かと共にという感覚なんだ。はい、そうですね。ここで大切なことはこの感覚をイメージで捉え、そのイメージを膨らませていくということです。例えば I often fight with him なんていうフレーズだと、日本語にすると彼とよく喧嘩をするという感じですが、彼と一緒に喧嘩をしているわけではありません。ファイトする、つまり喧嘩をするという状況を彼と共に作り出している、つまりこの場合彼が喧嘩の相手ということですね。うん、どうかしたのなんて感じで What's wrong with you って言ったりもするよね。はい、これも何か悪いところがあなたと共にあるのという感覚ですね。I parted with the car なんて言うと、その車を手放しちゃったってな感じになるけど、手放しちゃったっていうことと with っていうのは結びつきが悪いですね。でもここにも同じコアが働いてるんですよ。私と車が共にある状況、つまり with my car という状況をパートした、つまり離れていったということです。さてここで with のコア、もう一度見てみましょう。何かと共にという with、イメージを膨らませることで何かを手にしている状況を想像することができますね。うん、例えば Open the door with this key なんてフレーズだと、はい、これはもうお分かりですね。 This key とともにある状況、この場合は鍵を手にしている状況を表しているため、鍵でドアを開けるということになるわけです。さまざまな場面で使われる with ですが、そこには共通のコアが働いているんですね。どう藤岡君？うん、イメージを広げてそれをさらに応用していくことが大事なんだね。そう、そうすればいろんな with の使い方が分かっちゃうよ。うん、その通りだね。それじゃあその元となる with のコアイメージを確認してみよっか。何かと共にという感覚の with、 何かを手にしているという感覚もその延長線上にあるんだね。うん、それじゃあ今日のフレーズを Let's check it out againThe closest star to Earth, you know, if you wanted to go there, it's the speed of light for 300 years, so no person would ever live that long. And then if you... Hey, are you with me? こんなフレーズだったね。Are you with me? どう、藤岡君？私と with してますかってことだよね。うん。つ
つまり私と同じレベルにいますか。そうそう、 good、うん、この場合は私の話と with って感覚、うん、だから話わかるとか言ってることわかるっていう意味になるんだよね。なるほどね。うん、このフレーズ使う場面によってはさっき藤岡くんが言ってた、うん、聞いてるみたいなニュアンスになったり、私と共にいる、つまり私の味方ですかなんてニュアンスにもなったりするんだよね。あー、そっかそっか。やっぱさ、日本語と英語は一対一じゃ結べないってことだね。あー、いいこと言うね、藤岡くん。これで発音も良ければ問題なし。勘弁してよ。それじゃあ早速今回のフレーズ Repeat after me. Are you with me?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  どうどう。おお、いい感じじゃん。ベニとタンゴのもっと with。 いろんなフレーズを通して with のイメージを広げていこう。まずはこれ、 French fries go with beer。 French fries go with beer。 フライドポテトとビールが共に go する、つまりフライドポテトはビールとよく合うっていうことなんだにゃ。 with にはこんな使い方もあるんだね。目に見えないものと with するなんてフレーズも言えちゃうよ。 She came with good news. She came with good news がその例。彼女が good news と共に来た、つまり彼女がいい知らせを持ってきたっていうことなんだにゃ。最後はこれ、 He's walking with a book under his arm. He's walking with a book under his arm. この with の感覚は、この場合、a book under his arm の状態とともに walking、つまり本を脇に抱えて歩いているという感じなんだ。 with にはこんな使い方もあるの。イメージはつかめたかな？かな？さて、ここで藤岡くんが with のイメージをマスターしたかどうかチェックしてみましょう。なんかテストみたいで嫌だよ。うん、テストみたいじゃなくてテストです。 First, it's okay with meIt's okay with me. OK が私と共にだから、うん、OK が私と共にってわけが分かんないよ、うん、この場合 It's okay っていう状況が私と共にある、つまり私にとって OK ってこと。なるほどね、うん、あ、じゃあもう自分にとっちゃこれはもう全然構わないよっていうんだ。そう。 OK, next、うん、Talk with more emotionTalk with more emotion. エモーションはさ、うん、確か感情とかって意味だよね。うん、そうそう。より多くの感情とともにトークしろってことだよね。うん。つまり、もっと感情を出して話せみたいな感じかな。そうそう。つまり、もっと気持ちを込めて話せってこと。このなるほど。Talk with him なんて言うと彼と会話するって感じにも使えるんだよね。あ、そうなんだ。え、でも待てよ、彼と会話するってさ、よく Talk to him って言うじゃん。ああ、もちろんそれでも OK だよ、うん、Talk to him なら、うん、彼と向かい合った状況で Talk する。向かい合った状況ね。そうで、うん、Talk with him は彼と共に Talk する。共に。そう。はあ、面白い。そんな違いがあったんだ。そうそうそう。他には何かないの？じゃあ例えば、うん、大声で話すな。大声。そう、大声は a loud voice っていう。a loud voice。うん。a loud voice でしょ。うん。あ、もしかしてさ、a loud voice っていう中にこう、あいつだよあいつ、いいんだよ。そう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 。トークイン a loud voice じゃないの？お、この場合、うん、普通は in を使って talk in a loud voice。で、大声っていう状況を空間的に捉えてその中で話している感覚ね。うんうん。どう？分かった？分かった分かった。完璧。With。 ねえねえベニちゃん、うん、よくさ With って歌の歌詞で出てくるよね。ああ、あるよね、うん、例えばあの Stay with me とか。ああ、ベニちゃん、うん、I'll be with you foreverOK! わー、それでは皆さん、wow. See you tomorrow! Wow! Bye bye!